はい、今ドバイに来てるんですけど、以前僕が闇を暴いたやつがまたドバイに活動拠点を変えてなんかやってるって噂なんですよ、うん、で視聴者さんからも結構コメントが来て、せっかくドバイ行くんだったらちょっと闇を暴いてほしいって言われてるんで、今から突撃したいと思います。何やってるか分かんないんだけど、一回日本でもね対談取って、まあ、いい感じになったんですけど、目を離した隙にまた何やってるか分かんないから、この目で今大丈夫なのかお前と、でも見てくることが僕の使命なのかなとか思ってるんで、行ってみましょう。またあの人やってるんすかね。やってる。とりあえず今指定された場所に来たんで。本当にやったらどうするんですか。いや、リアルに全部暴きますよ。リアルにセキララにこのカメラに収めてきますから。はい、ここからカメラ禁止らしいんで、じゃあちょっと。はい。ここに住んでるのあの人。いや、ここっすね。ロールスロイスかっこいいね。うわ、駐車場にロールスロイスとフェラーリと。出て入るのか、帰ろ。セキュリティもめっちゃシャレしてるっすね。これだから待ちます。待ちます。部屋の前まで来たんですけど、セキュリティやばくない？パスポートのナンバー記入されて、こんなセキュリティ厳しいの初めてよ。こんなとこ住んでんのかな、本当に。また、あれしたんじゃねえの？借りて自分の家って言ってんじゃねえの？ぶっちゃけ。海外まで持ってこられると分かんないから、しっかりこの目で見ていきたいと思います。はい、行きましょう。おぉ。あ、開いてた。開けちゃダメでしょ。あ、よろしくお願いします。こんなとこに住んでるんですか。ここ住んでます。はい。ぜひぜひ。お邪魔します。久しぶりです。もうすごっ。すごくないですかこれ。いやいや、全然です。すげえ。うまいな。どうぞどうぞ。これすごいじゃん。え？目の前海。海。これ何？賃貸ですか。賃貸です。エアビー？いや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 い負けてこっちで。あれなんすか、あれ観覧車。あれ、世界で一番大きい観覧車なんです。すごっ。オープンするみたいな。なんかあのクレーンなんですか。あれ、スカイディナーって言って。スカイディナー空中で、本当足ぶらぶらしながら、食べるやつ。めっちゃすごくない普通に。スカイダイビング。すごい。普通にこれないっすよ。めっちゃリゾートじゃないですか、ここ。他はいいですか、見て。ああ、そうそうそう。もう自由に。これ、エアビーかもしんねえな。エアビーなんじゃないかな。やめてください。お、なんすかこれ。あ、これ子供部屋なんですけど、今はもう日本に帰ってるんで。いいっすか。はい。わぁ。ハロー、アシスタント。アシスタント彼ら子供部屋なのか。え、彼は誰ですか。彼、うちの、社員で、こういう撮影今日するって聞いてた。へぇー。はい。誰ですか。場所ね。タムシールです。あ、タムシールです。タムシールです。タムシールはい。タムシール、はい。タムシール。タムシール。Nice to meet you. ピザいただけるんですか。いいです、いいです。食べていいですか。ぜひ。いただきます。電気ちょうどよかったですわ。ありがとうございます。おかげさまで。今日も食べちゃいました。帰りますか。いやいや、早く。今日のでもタイトル通りに行くと、またドバイで怪しいことしてるんじゃねえかと、うん、そうですよ。この台本送ってほしいよ。三崎さんのチャンネルめっちゃ見るじゃないですか、うん、怖いです。そうだね、お久しぶりです。お久しぶりです。今日は竹山さんの闇を暴きに来たんですけど、これ以上暴くのがあるんですか。いや、今のところなんかちょっと潔白そうだなっていう気持ちはあるんですけども、なんでドバイにいるんですか。なんでドバイに。まあ日本でやっぱりビジネスやるって結構難しいんですよね。税金の面もまあ確かに、あと人を雇用するって終身雇用とかやるので、なんで海外でやった方が。いつ来たんですか。もうすぐ半年ぐらい。半年で、はい、ドバイどうですか生活。いや、めっちゃ楽ですね。楽、めっちゃ楽です、はい、何やるんですか。もう本当に朝起きてオフィス行って夜まで行って帰ってくるんです。働くんですか。ずっと働いてます。何のためになったんですか。何のためもう趣味ですね。最初ドバイに来た時に1ヶ月2ヶ月はもう何もしないと思ってビーチとか行ったんですよ。ただやっぱりなんかもう30手前になって焦りを感じるんですよね。そうするとなんかもうちょっと美咲さんみたいになんか残さないとなと思って仕事始めたら止まんなくなったみたいな。はい、この今体力が焦り感じる年じゃなくないですか。いやいや感じますよ。やっぱすごい方が目の前にいるんで。お金なくなっちゃってきたんですか。あ、もうお金はもうないです。大
何が本当か分かんない。お金がなくなってきたわけのか、本当はお金があるけど来たのか、どっちですか。まあ普通の方よりはまあ持ってるわ。いくらですか。そんな言います。言いますよ。もうやめるわけに来たみたいな。使える現金はいつも、まあ、数億円を残して、数億円も持ってるドバイに来て。同じじゃないですか。いや ちょっとやめてよ。やだよ。そんなに持ってきたんですか、ここに。まあ、持ってきたときはもともと海外で会社があったんで。ああ、そうです。租税回避して。いや本当にもうそんな脱税とか節税とかも何にも考えてない。はい、まあでも僕は海外に税金を納めた方がいいと思う。まあ、いろんなことやられたので。そうです日本なんてもうオワホンなんで、はい、それはもう応援します。ありがとうございます。仕事は今何やってた、結局のところ。仕事はマーケティング事業で、はい、店舗のインスタであったりとか、うん、MEO って Google マップの集客だったりとかっていうのを普通に支援するっていうのが主軸の事業で、はい、あとは BSU って言ってビジネスセットアップなんですけど、うん、まあドバイで会社設立したいよっていう人たちに会社設立を貸してあげて、それめちゃめちゃ激安でやるんですよ。でそういう人ってドバイに住むんで、でその後に不動産の販売だったりとかをつなげる。それだけだとあんま儲かんなそうですね、聞いてるだけだと。いやでもドバイだと結構ビジネスってやりやすいんですよ。最大3つの固定費ってあるじゃないですか、人件費とか家賃とか、言ってしまえば税金も経費って言ったら経費なんで、でそれをやると人件費めちゃめちゃ安いんですよ。1人8万円ぐらいとかで、しかも収録働いてって言って、でしかも税金が0円なんで、めちゃめちゃやりやすいんですよ。MEPI やめたんですか。URU っていう名前にアプリを変えて、アップグレードしたんですか。だって名前できないですか。誰も入らないでしょ。でもあれは本当、僕は忖度なんかはっきり言いたいんで言うんですけど、すあれは僕も取り上げましたけども、一部やっぱあれはいいって人結構いたんですよ。まあ本当にあるとか、なんか竹花さんはダメだけどあの内容はいいんだみたいな人もいたんですよ。どこだよ。マジで。いや俺ちょっと竹花さんかわいそうだなってちょっとだけ思うのは、最近あれを真似してる人いるんですよ、日本で。いますね。何人か。言わないでください。僕はしてないですよ。でもいるんで、なんかもうみんなに真似されてるんだなって思って見てました。そうですね。あれどうなんですか、真似っこについては。いや、真似る分にはいいんですよ。IT 業界なんて真似ばっかじゃないですか。ただ、批判して真似るのはちょっと違うなと思いますよね。ああ、まあね、それで。なんか文句いろいろ言った人が真似するなよっていうのは、まあ、それは分かります。何も言ってない人だったらね、もう自由にって感じですよ。ありますよ、それは。竹山さん、誰のことですか、それ。竹山さん。で、今、月の収入どんくらい。めちゃくちゃお金のこと。無理でしょ、もう。月の収入は。ちょっと知りたいですね。はい、ここまで来たからにはもう、今日それ聞きに来てますから。月の収入ってイコール会社の売り上げが税金ないんで、自分の収入って考えると、カメラの前じゃダメじゃない。いや、でも言ってもらわないと。視聴者見てますから、これ。いや、マジで。僕も言ってますから、ちゃんと。まあ、でもそう考えると美咲さんが以前の会社でもらってた役員報酬ぐらいですね。売上12億しかない。いや、まあ月収12億。いや、月収じゃないです。月収じゃない。あ、年商ですか。年商そんぐらいは入ってこっちで入ってきてるのかなっていう。もうじゃあ12億も買ってるらしいですね。すごい。いや、ほんいや、もうやめよう。ダメだよ。本当ですか。MVP が進化してそんぐらいになったんですか。いや、全然違います。まあ、もともとうちって、まあ、年商順に言うと、そのさっき言ったマーケティング事業が一番儲かってて、はい、で、教育事業と MUP が、まあ、2番目ぐらいで、その後、飲食事業と、まあ、店舗事業とね、が3番目で、最後、最近の不動産がっていう感じで。だって MUP が儲かってたんじゃないですか。あれが利益率は、もう言っちゃいますけど、めっちゃもう 100% ぐらいの利益率。ですよ。だってあれ本当すごかったんですよ。3万人がいたんですよね。2万8000ぐらいですね。すごいですよ。だってあれでいくらだったんですか。1万円ね。だから別にあんまり言わない方がいいんじゃないの。月2億8000万ぐらい儲かったんですよ。まあそんぐらい。すごくないですか。もともとずっとやっていただいてたんで、はい、のことやってたの。ちなみにあれはマジで本当に、まあ、何の回しもんでもないけど、本当になんか内容いいって人いるんですよね。本当ですか。ありがとうございます。真似したいなと思って。逆に入ってください。でもあれはなんかすごいらしいですよ、一説によると。すごい。ありがとうございます。やっぱ結構考えたんですか、あれ。いや、もう最初は本当自分の iPhone を置いて、で従業員の研修をしてて、毎回入社するために研修めんどくさいじゃないですか。だから動画見ろって感じでやってたら、その動画を YouTube に載せたらいろんな反響があって、それがもう進化してっていう。だから従業員研修から。なるほど。で、それから青汁が出てきて、
そうですね。いえ、その前に田畑さんが出てきて、田畑さんが出てきて、先に田畑さんが出てきて、それを拾った青空が出てきて、おかしくなっていったと。おい竹鼻が出て、おい竹鼻はい、いやでも元気そうでよかったっすね。いやいやいや、元気そうっすね。でも最近竹鼻さんの YouTube 僕見てるんですけど、なんか英語にしましたよね。英語にしました、ね、あれいいっすよ、俺もかっこいいと思って。英語ですか？だって英語喋る人あんまりいないじゃないですか。なんであの更新しないですか？いやもうビジネス系伸びないですから。え、でも僕ね、もう真面目に英語にビジネス系のワンチャンあると思うんですよ、はい、だってジャパンニーズだけじゃなくて、はい、海外の人も入れるじゃないですか、はい、あれ結構突き詰めたらいける気するんですけどね、まあ、いけないですかね。いやもうちょっと継続してみようかなっていう。僕あれ本当かっこいいと思ったんですよ。だってライン来たじゃないですか、はい、あれかっこいいですよ、まず見てみてください、皆さん。英語わかんないから何言ってるかわかんないからテロップ出てるんで、まあわかるけど、なんか頭が良くなって気になります、ね、あれ見てると。あ、本当ですか。英語できるっぽくなった。いやいやいや、嬉しいですよ。いや、そういうの結構大事じゃないですか、ね、はい、気持ちっていうか、なんか学んだ感、はいはい、本当に学べるのかわからない学んだ感。今後どうするんですか。いやもう今後は当分はちょっとここにいないといろいろいけないんで。あ、なんでいけないの。居住者の関係ですか。そうそう、居住者にて取らない。そうそうそう、要はちょっと補足すると、はい、結局日本から海外行くと海外に住んでないというなんか日本に住んでるみたいな認定されてひどい目に遭うんですよ。ひどい。だからちゃんと海外に住んでないと本当に絶対がないとダメだ。そうですそうです、さすが。僕も行こうと思ってたんで、もう行きたいなと思った頃に、なんかすごいフォロワーの方とかが応援してくれたんで、まだ日本頑張ろうかなと思って、まだ辛うじて言いますけど、はいはいはい、もしも僕も迎え炎上したら、僕も帰る。でも、しそうですけどね、もう一回。炎上しないでしょ。いやいや、だって、見せしめってあるじゃないですか。いや、もう一回やられたらいいでしょう。まだやる。あると思いますよ。なんでなんでなんで。だこんだけ否定してるわけなんで、何々町も。あいつらでしょ、あいつら。え、でもあいつら、だって僕だって会社社長じゃないし、全部ちゃんと税理士に任せます。あ、まあ、やられるところがないですね。でもじゃない。いや、あいつらもメリクリやってくるんですけど、でも全くなんか思い当たる節がないっていうか、はいはい、っていうかもうお金収入取ってないんだよ。ああ、まあ全部株で。そう、もうあんな気持ち悪いやつだと書かれたくない。だからドバイはギャルがいないらしくて、そこら辺どうなんですか。いや、遊んでるんですか、ぶっちゃけ。いや、遊んでないですよ。半年間。いや、もう半年間何人抱いたんですか。いやいやいや、本当にもう最初持ちですから。子供いますから。クリーンは。いや、クリーン。遊んでないです。遊んでないです。遊んでないです。もう日本でも本当遊んでないです。もう聞いてください。自分のあの。コメント欄に遊んでるって名言が出てる。絶対来るよ。コメント欄に。嘘だ。酒飲むんですか。お酒はあんまり飲まないですね。もともと飲まないですもんね。そうですね。あの以前。そうですよね。本当、じゃあ仕事してみたいな。本当、仕事が今はまだ楽しい。娯楽ないじゃない。いやでもまあビーチだったりとか あとカフェが好きなんで。え、飽きないですかそれ。いや飽きないですか。仕事がやっぱり伸びてれば面白いんで。なんかすごい賢者みたいなさっき与沢さんともお会いしてきたんですけど、なんかみんなすごい丸くなるっていうか、なんか賢者みたいな感じでした。ストレスがなさそうだなって感じですね。まあないですね、やっぱり日本に比べたら。まあでも本当やっぱ仕組みがね、ちょっとね、富裕層に対しても風当たりが強いですし、結果、皆さんの生活が苦しくなってるんですよ。その経済の図式っていうのは分かってない人が多いんで、富裕層クソみたいになりますけど、富裕層が支えてますからね、その幸せが皆さんに来てるわけなんで、こういうお金持ちがいなくなるって、どん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 、本当ですよ、いなくなってみんなね、本当にだってあの国に行ったもしゃあないじゃないですか、ってなるじゃないですか、ぶっちゃけ、税制的な部分もそうですし、富裕層に対しての見せしめ、もうダメだ。いいなぁ、ほんといいっすよね。ほんとに羨ましいっすね。やっぱ日本は、だってね、公務員で、公務員が否定しないですけど、大して税金も納めてねえやつがさ、金持ちの取り締まってくれちゃう。あいつらほんとおかしいなと思うんですよね。だから、海外にね、こうやって行って、日本と関係ないですよってやっちゃえば、日本のしがらみなんてもう一切関係ないんですよ。関係ない。だからこういう人が、羨ましい。できるじゃん。いや、僕もそうするつもりだったんですけどね。はい、まあね。やらないんですか、今後。いや、だからもう、劇場やって、金最後配1億8000万って言われて、全部配って海外行こうと思ったら、意外とフォロワーも増えて、応援してくれる人も増えちゃったんで、なんか頑張んないとなってみんなのこと思って、お前どっかのタイミングで行くんじゃないですかね。ファン濃いですよ。いや、本当ありがたいですね。だからそういう人たちのために楽しい動画とか、ためになる動画とか出さないといけないなと思ったんで、なんかためになる話してくださいよ。だから台本を用意してくれたから、前に。そう、でも竹原さん、家とか作ってなかったですか。家、はい、最近買いましたね。ドバイで。そうです、そこの近く。そんなお金持ってんすか。いやいや、本当に持ってない。怪
しいなぁ。いや、本当です。本当に黙ってんの？ちなみにその新しい家はいくらぐらいしたんですか？新しい家はだいたい2億8000、まあ3億近くですね。全部工事とか税金とか含めると。サラリーマンの昭和年収ですよ。そうですね。何ですかこれ？これあの会社のパンフレットなんです。え？パンフレット？そうです、そうです。うちの今ドバイでやってる会社で工事事業やってますよっていう。すごい。ちゃんとしてる。え、これ竹山さんですか？そうです、そうです、そうです。うちの会社の。なるほどね。ちゃんとしてる。まあ、ちゃんとしてるっぽいんですけど、やっぱ僕も本当そうなんですけど、やっぱ投資してたりとかすると、目に見えないんですよ。だから、物があったら分かるんですよ。そうですね。よく言われるんですよ。だから何やってるか分かんない。はい、逆に何やってるか教える必要もねえしなぐらい思ってるんですけど、でもやっぱり実態あった方がいいかな。まあ、最近飲食店始めたんですけど。あ、見ました、見ました。MVP カフェの前に。M カフェとか、うちの前のカフェの目の前に作って。本当に目の前ですか？竹山さんもちょっと目に見える実態を見せてほしいんですよね、やっぱり。実態ですか？それは一番手っ取り早いのは、やっぱ、風潮とかじゃない。いやいや、それはダメでしょ。いやいや、それはダメでしょ。本当にお金持ってるのかっていうのが見えるんで。いやいやいや、僕、証人ですから。ええー、いいんすか？見ていいんすか？カメラも映しますよ。え、じゃあ、名前とかか、あれ、隠してください。はい。ガチですよね、これ。ドバイの、はい、そうですね、HSBC って、フェイスアイテム。大体これがいろんな通貨が書いてあって、はい、なんですかこれ？いやこれ通貨が大体通貨を分散させてるんで、はいはいはい、現金ですよ、現金ですよ。大体1億の日本円と、うん、これディラハムなんで、うん、かける30倍ですね、うん、でこれ US ドルなんで、うんうん、かける、まあ、110倍ぐらいですね、うん、これが US ドル、US ドルって感じで、うん、なんでこんなにいっぱい通貨あるんですか？だって日本円だけで持ってたら最悪じゃないですか。為替で。じゃあこれつまりいくらあるんですか？つまり。つまりちょっと待ってくださいね。はい、これで470なんで、まあ8000万ぐらいかな、うん、と、1億1000万ぐらいと、うん、5000万ぐらいと、60万ぐらいと、1300万ぐらい、うん、1700万ぐらい、うん、1億ぐらい、うん。つまりで総資産はいくらあるんですか？投資団は先ほど言ったその投資をしてるとか全合わせると P 入れてください P 入れてください。教えるんで本当に。まあでも僕前 YouTube でなんかこいつ実態やないとか言われてたんで、全部投資してる会社から投資してる銘柄から全部やった動画があるんですよ。そこでやるとだいたい20億ぐらいを投資に回してるんで、だいたい5億円とか6億円、まあ日本の現金も合わせれば7億円ぐらいが現金で、あとは不動産ここのと、あとまあ日本にも何個かで、これを合わせるとだいたい分かんない。大体ぐらいは超えてます、絶対に。はい。三千王子ですね。三千王子。三千王子だ。三千王子って何？知らないですか？知らないですか？一王子1000万円っていう新しい基準があるんですよ。あ、そう。今ちなみにあのドバイモールで2王子使ってますからね。やば。P 出してよ。これ三千王子って言います。三千王子で行きます。いや、オッケー、三千王子で行って。日本だと、それこそ三千王子あったら結構超富裕層の方に入ると思うんですよ。でもドバイだと、ってもう普通の富裕層ぐらい。わかんないですけど。あ、そんなことない。それで言うと、やっぱ2500万円ぐらいが現地人の年収なんで、平均の。で、考えると、まあ、10億円ぐらいあればやっぱり富裕層に行く、ね。でもドバイでトップは取れないわけじゃないですか。いや、無理です。それってなんか思わないですか？日本だと結構簡単に取れるじゃないですか。まあまあ、まあ、トップ富裕層って余裕じゃないですか。いや、これ本当に余裕。日本人って本当に挑戦しないし、はいはい、みんな同じことしかしないから金持ちって人も日本超簡単なんですよ。まあまあ、それはちょろってやったらちょろっと稼げるって本当一生懸命ないといけないんですよ。でもドバイだとなんか違うのかなと思って。そうですね。でも骨がないとやっぱり大きい企業が取れないですね。なんで僕らもちっちゃい飲食店向けのマーケティングしかできない。なるほど、なるほど。ということで、はい、まあ、ちょっといろいろ聞かせてもらったんですけど、はい、まあ、元気にやってるってことが分かりました。はい、はい、し今でもお金持ちなんですね。本当に暗くないですね。全然ないで、来月やるんですね。そうなんしたいんですよ。え、ダメですよ。もう言ったんで。本当にやる。歌舞伎町で。ホスト対決、まあまあまあ、11月24日から11月28日まで、はい、僕たち歌舞伎町で皆さんのこと待ってますんで、ぜひ稼いだお金は全部配りますから。いいですね、はい、全部配りますから、はいはいはい、Twitter で頑張ります。ということで、はい、またじゃあホスト編でお会いしましょう。ぜひぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。